ごめん、周りの人が迷惑してるから、ごめん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 、あの排除はしたくないんで、自民党じゃないから。話戻ると、何かというと、一言で、一言で、ここでいろいろ議論する時間ないわ。私はね、あの自民党の安倍さん支持者で、竹中平蔵さん尊敬します。だけど、彼たちの政治が決していいと思ってない。なんでかって言ったら、一番マシだよ。だったら、あなたはそもそもそれできる、あなたばらまきできるんだったら、自民党やったらもう、バカバカ政治、ね、あの支持率上がって、ね、経団連横領するべきだ。できないんだよ。民主党それできたかいな。あの、ごめんね。自民党はゴミで、立憲民主党もゴミだって言ってるんです、私は。あいつらができなかったのにお前ができんのかなんてこと言われても議論にならないんですよ。やつらがやらないんだから私がやるって言ってるんです。財務省に気を使って、まあもちろん一番でかい省庁ですよ。だってあれが全部握ってんだもん。家庭の中で財布握っている、それが一番強いって言ったでしょ。国の中で一番その金を握ってんの誰だって言ったら財務省なんですよ。独り占めしてんですよ。入りも出も、入りと出を握ることによって何がありますかって言ったら、自分たちがいろんなところに天下りしていけるわけですよ。そりゃそうですよね。出す金っていうのは必ず自分たちにプラスとして戻ってくるような金の巻き方しかしないですから。ある意味で自民党も財務省もこれ彼ら一体なわけですよ。そういうところになってったら当然それ無理ですよ。だから何をしなきゃいけないですかって、この国で一番強いのは財務省じゃないんですよ。で自民党でもないし経団連でもないんです。今ねこの国で一番力を持ってしまっているのが財務省でありって話をしましたけど、本当一番力を持っているのは政治なんですよ。政治なんですよ。政権与党を任した上で、そしてこの国に生きる人々がその支持揺らがなければ、ちょっとしたことでもういいやって話になっちゃったらいつでも崩れるんですよ。そんなもの砂上の楼閣。あいつがやるって言うんだったら、命かけるって言うんだったら絶対に支えてみせるぞと、やらせようぜあいつにって、俺らの代わりにやるんだろあいつって、俺らの代わりに殺されるって言ってるんだからやってみせようぜって、そういう感覚になりゃいいんですよ。それ以上でも以下でもない。自民党にやらせようもクソもない。もう散々やった。今何を応援してるんですか。意味わかんない。でも気持ちはわかる。いい時代もあったと思うもん。ちょうどいい時代に自民党が政権を握ってたってことはある。でも振り返ってみて30年経済が疲弊させたっていう時点でもう政治家になる資格ないですよ、はっきり言って。俺だって自民党クソだと思ってる。だったらもう自民党のことが言わん方がいいよ。そうでしょ。自民なちょっとマイク渡したけど、 何よりマシっつってんの。それが一番現状の選択肢の中、それが一番マシなんじゃねえかなと。なんでそう思うの。いやだってさ、自民党の支持者だけど今の自民党良くないと思ってる人がいる、ね、そう一番マシだと思ってんだ。一番マシってだって自民党以外政権取ったとこないよね。あ、立憲民主党っていうあのマスクをかぶってる民主党はいますよ。姿を隠してる、ほとんど隠れてないけど。だけど要は自民長きにわたる自民党とあとは民主党しか やってないよね。で誰なんて だってさ、それしかさ、もうマシなことだって日本まず独立国と考えてること自体が間違ってる。日本はまずアメリカの子会社だよ。これどうすることもできない。ごめんね、属国それは間違いない。いやごめんごめん、公害すいません、ちょっとお静かにはいはい、いいです。地声あのちょっと迷惑ですあの方いろんなところに現れる常連の方なんでね、そういうちょっと失礼な口の利き方してしまうんですけれども、はい、ごめんなさい。自民党がごめん、周りの人が迷惑してるからごめん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 、あの排除はしたくないんで自民党じゃないから話戻ると、何かというと、30年日本をここまで壊したくせに自民党っていう選択肢なんてあるわけないんですよ。やっぱり最終的には自民党しかないかなっていう意味がわからない。30年食い物にしてきた者たちに対して、でも最終的に自民党しかないなんてもうただのド M ですね、これ。はっきり言っちゃえば、というよりもあのなんやろな、あのごめん、
警察呼びたくないから静かにしてくれへん。ごめんごめん、あの前あなたの大きあーそっかそっか、お疲れやね。もうこの分かる、もうね分かる分かる、もうそんなね気持ちになる、そんな嫌な世の中。今1000円で時給1000円で清掃のバイトを終えてきて、その上がりの金をみんなに配ってくれるんですか。そういうことじゃない、すいません。さあさあ話戻したいと思います。ごめんごめん、お父さん、そちらのお座り込みされてるお父さん、もうしいやもう関係ないの、無駄な税金使わせたくないの、警察に あなたの遊びの相手さしたくないの、ごめんね。何やったっけ。現実の世界ね、じゃあ昔学校の先生が言ってた、学校毎日来てつまらん、当たり前だろうが、学校なんか楽しいわけねえだろうが、ここ来て楽しいから学校ディズニーランドかね、お前ら毎日から学校来て行きたら楽しいと言ったら保育園でも行ってこいってね、昔の先生そうやって言ったよね。これそのごめんごめん、時間長なってるからちょっともうちょっとだから、はい、現実の世界っていうのはね、そういうなんかもう夢のあなたに言ってる理想ばっかりで、現実の世界を見なくちゃいけないということ。言ってる意味がわからないんですけれども、30年ここまで国民をいたぶり続けるような経済、ある意味で国内を食い物にしたんですよ。ジャパンズナンバーワンと呼ばれるぐらいまで上り詰めた日本ですよ。日本の一人当たりの GDP、 皆さんご存知の通り、みんなの儲けを足したものですよね。今やもうこれドイツに抜かれ、インドにも抜かれるというような転落を見してますけれども、でも一応この世界の GDP の中では日本まだ上位にいるように見えるんです。でもこれ人口とかいろいろ考えたら、 あれだから一人当たりの GDP で見てみようってなるとどうなるかって言ったら、2000年に2位だったんですよ、世界の2位。今何位よってことですよ。はい、こっち行こうか。はい、2000年に2位だった日本が2010年に18位に転落して、2020年に23位、はい、で34位ですよ今。こうなってんの。現実的な選択肢として自民党しかないって言って、私ある意味の自傷行為、もしくは利害関係者以外ないと思うわ、はっきり言って。もう意地になってるか3択やな。何かしら仕事金でつながってるか、もしくはもう一度支持したものをやめないっていう、もう強烈な何かしら推しになってしまってるか、もしくは自傷行為、それが自民党の支持じゃないかなって私は思う。で、自民党さえやってこれなかったことをできるわけないだろうって、その権力渡してくれよって話なんですよ。自民党に渡してきたっていうその意味不明な根拠不明、根拠としてあまりにも薄すぎる。自民党を支持している理由があなたの中のノスタルジーでしかない、私にはそう受け止められる。何なんですか、30年ここまで壊されてきた日本に対して自民党がやってきたことを理解して言いながら、でもそう言いながら現実を選択すると自民党しかねえんだって。それはあなたの選択だから自由だと思う。でも一方で私はそれには我慢ならない。で、そこで何かしらぐちぐち言ってたくないから自分で旗揚げしたんですよ。国会の中でしっかりと最初の6年の参議院で確認したものは何かというと、与党も野党も事実上これも茶番でしかないなっていうことを確認してきた。そう思った時に、だったらその中にある意味でのこの茶番を全く無視してぶっ壊すっていう、そういう力を広げるしかないなって。じゃあ旗揚げしてグループ作ろうってことで令和新選組になったってこと。8人の国会議員、バックに宗教いませんよ。自民党イコール統一教会でしょ、未だに切れませんよ。バックに宗教どころか大企業もいませんよ。一人一人が横に広げてくれたっていうだけの話。それで8議席まで伸びるってこと、国会の中では一番嫌がられてますよ。こんな意味不明なもの早めに潰そうぜって。山本太郎っていううぞうむぞうに、全国のうぞうむぞうが力を合わせて今8議席までなったっていうこの動きに対して一番不気味に思ってるのは、バックにいろんなものに支えられながらこの国を食い物にしてきたやつらなんですよ。だとしたらそれ奪いに行こうぜって。権力を持たすならちゃんとした皆さんに対してそれを行使してくれるものに権力を持たしましょうよ。それがイコール私じゃなくてもいいですよ、あなたの判断だから。
でも私から考えればおそらくなかなか難しいだろうなって思う。だってここまで覚悟を決めてやってるグループ私たちしかいないもん。職場でできればいろんな波立てずに人間関係よく過ごしたいですよね。だから私たち職場で地獄ですよ、はっきり言って。右も左も敵ですもん。敵とは思ってないけれども、向こう側はいつか潰してやろうっていうふうに、きっかけがあったら潰してやろうと思ってる人たちだから、居心地悪いし空気悪い。でも関係ないんですよ。私たちが義理立てするミサを立てるのは国会の中じゃないんですよ。国会の外なんですよ。私たちに投票してない人に対してもこれは義理は尽くさなきゃダメなんですよ。どうしてかって言ったら30年疲弊させられてた中に過ごしてきた同じ仲間じゃないですか。全体で上がっていかないとダメなんですよ。その大きな仕事ができるのは政府だけなんです。政治だけなんですよ。もう一回自民党にチャンス与えんの？それはもうあなたの自由。自民党ろくでなし、それは認めると言いながら次も自民党を支持するという人だ。このまま今ごめんなさいね、大切な時間を共有することは難しい。またどっか喫茶店だと話しかけて、もしくはあの終わった後にでも。ちょっとよく分かんないからもう あなたのその推しに対する熱烈なエネルギーはい、分かりました、ありがとうございます。というわけで本当に3時間に超える、街頭宣伝に対して素晴らしい素晴らしい音楽を届けてくれたバンドの皆さんに皆さん拍手をお願いします。ありがとうございます。もうこんな嫌な国やめにしよう、さっさと変えよう。そのためのチャンスが選挙。選挙を動かせる、政治を動かせるのはあなた。あなたはこの国のオーナー、そして最高権力者。忘れてるだけ、そして横に置いてしまってるだけ。あなたがいなきゃ変えられない、あなたがいなきゃ始まらないんですよ。やってやりましょうよ、一緒にね。そんなあなたにも幸せが訪れるような国づくりがしたいなと思ってますありがとうございます。すいません、この後山本太郎とツーショット写真を撮りますので、ぜひですねお時間ある方は一緒に写真撮ってください。よろしくお願いします。ありがとうございました。